いやあ、久保さん。今回ですね。詐欺とは何かと。詐欺とは何かと。いや、詐欺ね。まあ、確かに教育も詐欺ですよね。でも、教育も詐欺かもしれないですよね。だって一生懸命勉強して、一生懸命いい大学入って、いい会社に勤めたと思ったらリストラみたいなね。なんかあり得るじゃないですか。なんだったんだ、俺の何十年みたいなね。そう。だからまあ、ね。 まあ、オリンパスとか、昔、オリンピアスとか、東芝さんとかね、あと、シャープとか、だいぶソニーもリストラって相当しましたよね。そう。何がね、上場、上場してる会社でも何があるか分かんないですからね。そう、東芝なんかもうマジでやばかったですもんね、多分。そう。だからまあ、詐欺とは何かっていうところで、そうそうそう、最近その、あの、僕の定義を言いましょう。僕は、僕の定義は、詐欺っていうのは何だ あの金銭を騙し取って逃げるっていうのが僕の定義ですね詐欺師とは何か金銭を騙し取って逃げるっていううん逃げるっていうこのねまあこれが僕の定義ですあなたの詐欺の定義は何ですか僕はあのなんだお金も商品売ってるんで商品売りますサポートしますサポートから逃げません だから詐欺やってるとは一切思わないですね。でも周りから詐欺師と言われるので、まあどうぞどうぞみたいな、僕は逃げないですけど、みたいな。人それぞれ詐欺の定義違うと思うんで。で、そう、最近、その、YouTube の,あのアドバイスをしてて、カスタムサムネイルの話をしてたんですね。カステム、カクサム。で、その方が言ってたのが、あの、要は、動画の内容とカスタムサムネイルの表現方法がちょっと違うと、それは詐欺なんじゃないかっていうことを言ってたんですよ。 何が詐欺なんですかみたいな。お金もらってんすかみたいな。YouTube ってタダで見れるし、何が詐欺なんだろうみたいなね。でもその人から見ると、動画の内容と全く一緒のカスタムサムネイルじゃないと、なんかその騙してる感があって詐欺だって思ってるらし,思ってたらしくて、いや僕の価値観としては、別にその YouTube 無料じゃないですか。だからクリックして、あ、なんかこれ違うなと思ったら別に閉じればいいじゃないですか。 閉じればあその見る見ないはそもそもクリックするしないのも自分の判断だしその後見るか見ないかもその人の判断だししかもそこにお金は1円もかかんないわけですよだから結局何も騙し取ってないよだ何も金銭騙し取ってないよねっていう話で <laughs> だって別にあなんだこれ全然違うなと思ったら停止すればいいだけなんでだから僕はまあその人に僕はこういう考えですよと。 だから僕はいろいろマーケティングとかもいろいろやってきましたけどそのどうせ作るんだったら見てもらわないといけないわけですよ。で何のためにやってるかっていうと僕の場合は商品売ってますから売り上げを作る。売り上げを作る上でこれを見てもらいたいってやつはなんかちょっとやったりとかしますよ。特に昔は、えー、メルマガをやってました。じゃあメルマガってどんなにいい文章を書いたとしても。 開封されれななかったら見ら見いんですよ例えば、千文字、二千文字、超、ね、長文のすげえいいの書いたとするじゃないですか、フリーコンテンツ。だけど、クリックされないで開封されなかった、それが全く見られないんですよ。ということは、見られるための、見られるための300%の努力をしないといけなくて、それが何かっていうと、タイトルなんですよ。だから、どんな、あの、キャあの過激なタイトルでも、その、開かせるみたいなね。だから前ね、僕ね、あの、 スタッフに怒られたことがあるんですけど今から自殺しようとしますしようと思いますっていうタイトルで言ったんですよ今から自殺しようと思いますとでまあその内容がうちの母ちゃんがね本当に自殺未遂したことがあったんでそのストーリーを入れたんですけど今から自殺しようと思いますまあそれは母ちゃんの気持ちみたいなねまあそ,そっからもじって入れたんですけどそれすげえ反応良かったんですよめちゃくちゃ反応良くてめちゃくちゃその回復率良かったですね <laughs> で、でもスタッフがから、吉田さん、さすがにそれやりすぎですよ、みたいな。それはちょっとないですね、みたいな。何がないのかな、みたいな。いや見られなきゃ意味ねえし、みたいな。もっとお前ら、お前らじゃあ、お前らが売り上げ作れよ、みたいな。お前らが売り上げ作れよ、みたいなね。<laughs> じゃあ、じゃあ分かった、じゃあ、じゃあ100歩譲っていいけど、じゃあ、売り上げ作って、みたいなね。<laughs> 読まれる目のメルマ前自分で書いて、みたいなね。心の中で思ってましたけど。 だから僕たちそのマーケッター別に趣味でやってるんだったらいいと思うんですよ趣味でやってるんだったらね別に見られなくても趣味だからいいじゃないですかねもし売り上げを作っていくで、えー、ね YouTube から集客して LINE のリストを取っていくメルマガのリストを取っていくんであるならば見られないとダメですよねクリックさせないとダメなんですようんだからそれをまあお伝えしたんですけどね、まあ、詐欺って まあだから人それぞれ詐欺っていうのは定義違うんだなっていうのは感じましたね。その方にとってはそれが詐欺だと。動画の内容とタイトルが違うと何、何それ詐欺だと。あ、動画のタイトルと笠間さんのネイルが違うと詐欺だと。そうなのかなっていうのは、うん。僕は思ってそれをお伝えして、まあいろいろもうほかにもね、ぶわー喋っていろいろ喋った上で、まあなんとなく、なんとなく、なんとなく、あ,あの、 ご理解いただけたのかもしれないですけど、まだ腑に落ちてないような感じも受け止めたんで。まあ自分で定義づけをした、しっかりした方がいいと思いましたうん。これは何なのかと、あ、これはこうなんだなって自分の中でですよ。周りがこう言うんじゃなくて、周りがこう言うんじゃなくて、俺はこうだよ、みたいな。R34 の定義みたいなね。僕しかもないですよ。R34 の定義みたいなね。ナイトライダーの定義みたいなね、うん。俺はこう思ってるナイトライダーに対してみたいなね。だそれでいいんじゃないですかね。 うん、僕の詐欺の定義はお金をもらって逃げるってことですはいはいお金をもらって逃げるとそ,うそれが僕は詐欺かなと思います僕は逃げないですから、はい、ということで久保さんの動画どうぞ吉永さんネタも失礼しますそうですね「マトリックスアフィリエイト」って何年前の話やねんって感じですよねでも私はねあれをいまだに使ってアクセスを稼いでえ <laughs> あれを使っていまだにねこうやってネタにしているというねだからしつこくいかないといけないんですよ、うん、であの人生には騙されることってもうつきもんなんでいちいち慌てないことですよね、うん、それはなんか一回も詐欺にかからずに人生終わるってことはないんで、まあ、例えば学校教育だって詐欺みたいなもんですよね進学していい大学入ってで、えー、いい就職、まあ、確かに私は別にいい就職してないんですけどもでもいい就職ができなくても すすげえ人生遅れてるわけですよ大企業に入らなくても有名大学に入らなくても高い年収をね持つことできるんで何だったんだろうなと思いますよね小中高大学というルートはあれいらなかったんじゃないかなと思いますよねこれもだから詐欺みたいなもんでしょう年金とかもね言ってみれば詐欺みたいなもんですしねだから私たちはうんなんか詐欺にだまなんか囲まれてるんですよねだからその いちいちだまされたとか言って騒いで資本主義の世界では約束が破られることとかなんかね契約が守られないことってそんなに珍しくないんでそれも込みで考えていかないといけないんですよねだからリスクヘッジってあると思うんですようんあとは泣き寝入りっていう方法もありますんで泣き寝入りもすればいいと思うんですよ泣き寝入りのない人生もまた珍しいですからね だだ。から自分にはそういうい順番が来たんだでもずっとこれは続かないんだと思えばいいんじゃないかなと思いますよね。こうやってね寝転んでいってもねあんまり説得力はないんですけども、うん、まあだからそういうふうに何かやられた時に自分の進化があられるんじゃないかなと思いますよね。思いがけないことが起きた時に自分はそれでも不動の精神を持っているのかその逆境をプラスに変えようとするのかそれとも。 わーわめいて人のせいであいつのせいだお前のせいで責任を取れ金返せって言って人生時間を終わらしていくのかねうんまあ私は今本当によく思いますねそういうことあの自分が事業を手放して社員をもうね解雇して3年間こうやって一人で暮らしてみるとビジネス的にはね一人ですよあのお金を稼ぐのに人の手を全く借りてないんでだからあのこの動画の中でそっか速化塾の動画の中で 商品作りましたなんてこと言わないですもんね。うん、振り返ってみたら全然商品売ってないのに一生懸命売ってた時以上の売り上げ出てますよね。うん、でまあだからそこにあの詐欺が入ってこないんですよ私の場合は。商品売ってないんで。でサポートだけは密にやるみたいなね。今日もね100件以上のメールいただいたんですけども全て返しまして、えー、動画を作って返したこともあるしその上でいつもの動画の本数もライブも。 4回ぐらい今日はやりましたけどもで三味線の稽古をやって FX やって買い物に行ってみたいなね外食もしてましたよ今日は、うん、だからねタイムマネジメントっていうか時間の使い方とか無駄の省き方とかまあいろんな要素はあると思うんですけども自分の人生の人生というね道の上に落ちてるものは全部自分の責任ではないかなと思うんですよその道が崩れてるのも他の道に行けないんで 崩れたのをどうやって渡るかってことそれを作っていくことかなと思いますよねまあびっくりしましたけどもマトリックスアフィレイトのセールスの LP の画像っていうのをすらなんか盗んできたみたいですよねどこまで盗んできたんだみたいな <laughs> どこまでインチキなんだと思うんですけどねいやすごいですねあれを分かっててやってるのかそれとも知らずにやってるのか、うん、今では懐かしい思い出ですけども他の方は 怒ってるかもしれませんね、うん、それから今,、ね、今残念なのはマトリックスアフェリティの話になりますけどもあそこで前面に出したあた二十歳のね男の子は、うん、ランボルギールーに起業家とか言って言ってましたけどももう永遠に YouTube にも出れないし Twitter でもささやけないし本当にすごい、うんね、言ってみればはした金で二十歳にしてインターネットっていう業界を。 失ったなぁと思ったらかわいそうになぁって思いますよね。だずるるるをするとねそうなるんですよねでなんかそのずるをしてない人にも同じような目で見られて迷惑かかるんで一緒にプロジェクトやった人とか。いや大変ですね。ということでおやすみなさい。